ようこそアップマインドへ。すがすがしい朝を迎えるためのマインドフルネス瞑想を始めていきましょう。今この瞬間の呼吸を感じることで、心と体が安定し、脳が休息していきます。楽な姿勢で座りましょう。骨盤を安定させ、背骨を気持ちよく伸ばし、その上にそっと頭を乗せます。目を軽く閉じ、ゆっくりと深呼吸をしましょう。吸う息は鼻で行い、吐く息は鼻からでも口からでも構いません。鼻から吸って、ゆっくり吐いて、鼻から深く息を吸って、ゆっくりと息を吐いて、ゆっくりと息を吐きながら、体の力が抜けていくのを感じます。自分の体へ意識を向けて、ありのままを観察していきます。体の重さ、お尻や足が椅子や床と触れ合っている感覚、自分が今どんな呼吸をしているのかを感じていきましょう。呼吸の流れに意識を向けていきます。吸う息が鼻腔のどのあたりに触れながら体の内側に入ってくるのかを眺めてみます。吐く息が鼻や口のどのあたりを触れながら体の外へと流れ出していくのかを追いかけてみます。吸う息は少しだけ冷たい空気が入ってくるのを感じ、吐く時には少しだけ温められた空気が流れ出していくのを感じます。そんな温度の差にも繊細に意識を向けながら、自分のリズムでしばらくこの呼吸を味わいます。体に意識を向けてみます。吸うときに肺が膨らみ、胸が持ち上がっていく様子を感じ、吐くときには背中や肩が緩んでいく様子を眺めてみます。吸う息で膨らむ胸やお腹、吐く息で緩んでしぼんでいく体、呼吸するごとに体が静かに波打つ様子をただ眺めていきます。皮膚の内側で起こっている自然なリズムを感じながら、海の波を眺めるようにただ今起きている現象を観察していきます。
もし意識が呼吸から離れたことに気づいたら、良い悪いの判断をせずに、そこからそっと離れ、呼吸に意識を戻します。息を吸っているときは吸っていることに気がつき、息を吐いているときは吐いていることに気がつき、今この瞬間、体の内側に生じている感覚に意識を向け続けます。もし何か考え事が湧いたりしても、無理に消そうとせずに、ただそれに気がつき、そっとそこから離れ、呼吸に意識を戻します。鼻先を出入りする空気の感触、吸う息で膨らむ胸やお腹、吐く息でしぼむ体、呼吸を船の錨のようにして、過去や未来へさまよう心を今この瞬間に留め続けます。そのままゆったりと深呼吸を繰り返します。定期的にマインドフルネスを実践することで、心と体が安定し、集中力や気づく力が高まっていきます。最後に5呼吸、マインドフルに呼吸を観察します。吸う息の感覚、吐く息の感覚、最後の息が出ていったら、ゆっくりとまぶたを開けていきます。見え方や感じ方にどんな変化があるでしょうか。意識的に何もしない時間を取った自分自身を褒めてあげましょう。今日も瞑想をご一緒できたこと感謝します。良い一日になりますように。